皆さんどうも、香港在住のゆうやです。いかがお過ごしでしょうか。僕はですね、今ホテルで勤めてるんですけど、まあ、なんせね、ローカルの人たちがねすごく多いんです、香港人が。その中でね、実は僕はね、〇〇ジャパニーズと呼ばれてるんですよ。まあ、〇〇って言いましたけど、正確には1,2,4 文字かな、はい、4文字ジャパニーズって言われてるんですけど、まあ、サムネの方にはね、漢字で1文字書いてると思うんですけど、まあ、そんな呼ばれ方をしてるんですよ。まあ、これはね、もう確実に香港人、まあ、他の外国人の日本人に対するこう偏見というか、そういうのもあって、僕がそこにマッチしていないので、こう〇〇ジャパニーズというふうに言われています。まあ、そんなお話をね、今日はちょっとまったりとしていきたいなと思います。ちなみに、ビデオでこれ流しているのはメジャーじゃない方のフェリーですね。ちょうどノースポイントからチムサーチョイ、ノースポイントからホンハムの方に向かうフェリーですね。まあ、ご覧の通りメジャーじゃないので全然人もいないですね。ちょっとこの風景をね、バックにペラペラっと話していきたいなと思います。でね、そのね、やっぱね、日本人ってみんなビールが大好き、日本酒が大好きっていうイメージが、固定概念がやっぱりあるんですよ。まあ、そう、さっき偏見って言ったけど、まあ、固定概念ですね。で、僕はビールは飲めないんです。やっぱりね、なんかこう苦味というか、ホップの感じが僕はすごく苦手で、フレーバーの強いもの、そのウイスキーもね、臭いの飲めるし、他にも大体のお酒っていうのは焼酎の芋焼酎とかだって飲めるし、まあ、そんなにね好きではないけど、普通に飲めなくないんです。でもやっぱりね、ビールだけはねダメなんですよね。日本酒も、いや、なんだろう、こうやっぱりね、飲むとこう頭痛くなったりとか、体がだるくなったりとか、ちょっとね、化学調味料 MSG を取っているかのようにこう体に反応が出てしまうので、あんまり、あとアルコール度数も若干ワインより高めじゃないですか。やっぱ 16%17% あるんで、やっぱワインのね 12% から 14% とかに比べると、やっぱりその酸度ってすごく大きいので、そういった理由から僕はあまり日本酒は飲まないですね。まあ、お寿司と日本酒とかね、わ、美味しいなと思うんですけど、やっぱりこう近年のね、日本酒の流れですごくこう飲みやすいフルーティーなものが多くて、それよりは僕は鬼殺しとか、本当に辛口の日本酒とかの方が好きですね。ということで、僕は日本酒もあんまり得意でなく、ビールも飲めないんですね。でそれを知って、割とね、気心の知れたというか、仲良くそれなりに話す、職場の仲間がいるんですけど、そいつが、ゆうやはフェイクジャパニーズだ、フェイクジャパニーズだって言い始めて、それがなんかもうどんどんホテルに広まってしまって、ゆうやは日本人だけど完全にフェイクだ、全然日本人らしくないみたいなことになって、はい、僕はホテルでフェイクジャパニーズという名で通っています。まあ、別に僕は面白いかなと思って全然何も気にしてはいないんですけど、ああ、まあそういうやっぱり固定概念があるんだなと、こう改めて強く、強い固定概念を感じました。で、あとね、その気心知れてる友達とか同僚が、いつもねブリーフィングの時に座るお気に入りの椅子があるんですよ。ある日ね、僕がそれを先に行って座って取ってやったんですよ。そしたらそいつは、あ、俺の椅子みたいな感じでこっち見てきて、もうおでこに、なんだろう、こうおでこを書くふりして中指で書いてきたんですよ。つまり中指を立ててきたんですね、笑いながら。まあ、そういったこうジョークができるぐらい近いんですけど、で僕も、あ、なんかちょっとかゆいなっつってやり返したんですよ。そしたらもうゲラッゲラ笑って、やっぱりね、こう普通の日本人でそれに対応というか、まあ、そもそもそれに気づいたりとか、それをやり返す日本人ってやっぱね、あんまりいないんですって、その彼曰く。だからもう彼もそれ見てもうゲラゲラ笑って、
やっぱりユイヤはフェイクジャパニーズだみたいな、そんなね、やり取りがありました。あとはね、やっぱり日本の話をするときに、香港の人ってもう日本ほんと大好きだから、もういろんなとこを知ってるんですよ。これもいろんなね、僕の他の動画でも何回かお話ししてるんですけど、香港人って本当に僕が知らないようなローカルの場所に旅行で行ったりとかして、そうだから全然詳しいんです。下手したらこう本当に視聴者でこう見てくださってる方々よりも詳しかったりするんですよ。なのでそういうことに僕は話ついていけないと、やっぱりユイヤはフェイクジャパニーズだみたいな、なんかもうそんなノリでみんなそれで片付けられてしまうという、そんな現象が起きています。あとは、ご飯ですかね。全然僕ね、気にせずに香港の料理も美味しく食べるし、まあもうやっぱここまでね、ベースができてしまうと何をやってもフェイクジャパニーズっていう風になりますね。日本をちょっと否定というかね、やっぱ経済のことでもそうだけど、僕がね、香港が好きでっていう、そういう話しても何してもやっぱり、あ、ユイヤはフェイクジャパニーズだっていう風になりますね。はい、まあちょっと今日はそんなお話があったので、そういったことをシェアしてみました。最近ね、結構仕事が終わるのが遅くて、最後のね、トラムを逃してしまったりとかして、それでね、今ちょうどこれ映像映ってるんですけど、最後のトラム逃すと僕家まで歩かなきゃなんないんですよ。で、歩く途中でマックがあるんで、つい寄っちゃうんすよね、マック。ちなみに、そしてこれが香港の深夜のマックの現状です。めちゃくちゃ汚いっすよね。めちゃくちゃ散らかってます。香港って別に片付けなくていいんで、片付けてしまうと、片付けをする人の仕事を奪ってしまうので、近年はね、結構片付ける人も多いけど、こういう風な状況があっても決して不思議なことではないです。みんな食べて置いたまま帰る、で、片付ける人がいるっていうのが普通なので、これは全くスペシャルなことではないけど、きっと日本の皆さんはなかなか見ない光景だろうなと思って、ちょっとここにシェアしてみました。それでは皆さん、またお会いしましょう。 See you next time. Bye.